頑張る北海道米ラブ。皆さんこんにちは、ミス北海道米の織目ほのかです。ミス北海道米の高岡由衣です。本日は JA 同盛協副会長の稲村さんの田んぼにお邪魔しております。今日はこちらで収穫体験をさせていただきます。稲村さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて稲村さん、ついに稲刈りシーズンとなりましたね。はい、収穫はどのくらい進んでいますか？はい、稲刈りももう終盤を迎えているところです。今年のお米の作柄はいかがでしょうか？はい、今年はとても美味しいお米がたくさん取れています。そうなんですね。期待通り豊穣の秋となりましたね。はい、今日は私たちミス北海道米が稲村さんに7つの質問を考えてきました。これから稲村さんに答えていただきたいと思います。それでは質問はゆいちゃんからお願いします。はい、ミス北海道米から稲村さんに7つの教えて。まず1つ目、稲村さんが育てている田んぼの面積はどのくらいですか？はい、だいたい15ヘクタールという大きさなんですが、はい、札幌ドームの、まあ、観客席も含めた広さ、本当にドーム1つ分の、だいたい3個分ぐらいの広さで、米を育てています。とっても広いんですね。はい、では、はい、2つ目、全部でどのくらいのお米が収穫できますか？はい、まあ、約80トンぐらいのお米が収穫できていると思います。80トン、すごいですね。では3つ目、稲がどういう状態になったら収穫できますか？はい、まずはもう数字的なことを言うと、穂が出てからだいたい温度がどれぐらい溜まっていくと、積算温度って言うんですけど、溜まると刈り取りのいい時期ですよという目安がまず一つあります。ただ実際にはその時期になったら、こう稲を少し刈ってみて、粒を見てみて、あまりこう青い粒、要は未熟な粒がないなと思った頃に刈り取りを始めます。では4つ目、稲の収穫はどのくらいの人数で行っているんですか？はい、うちは、まあ、コンバインという機械を使って刈り取りをするのが私1人で行っていて、はい、でそのお米をこう運ぶのに1人母と、あとはそれを一度乾燥機というところに入れるんですが、そこに父が1人で、家族3人でやっています。ご家族の連携プレーで、はい、なんとか3人で、はい、そうですね。はい、では5つ目、すべての稲を収穫するのに何日くらいかかるんですか？はい、まあ、天気がいい日に刈り取りを行うんですが、だいたい7日間、1週間ぐらいで刈り取りをします。はい、そうなんですね。はい、では次に6つ目、収穫の際に気をつけていることは何ですか？はい、我が家ではお米の品種が4つあるんですが、やはり品種名を出してお出ししているものですから、それが混ざらないように、違う品種の稲刈りをするときは少し掃除をして、きれいにしてから刈り始めるというようなことで気を使っています。とてもなんか大変な作業ですね。まあ、消費者の皆様が、まあ、しっかりとこの品種として買っていただいているものなので、そういった点には気をつけているつもりです。はい、では7つ目最後です。稲を収穫した後の作業はどういった作業があるんですか？はい、先ほども言った通り、自分の家に乾燥機というものがあって、稲は刈り取った時には水分があります。 22% から 25% ぐらいあるので、そのまま置いておくと腐ってしまいますので、一度乾燥をして、その後に農協の施設に出荷をしています。そうなんです、たくさんの過程があるんですね。はい、はい、では今日は質問答えていただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。乗っていただいて、はい、今はエンジンかかってないから、はい、はい、基本的には前にしか進まないので、左側にあるレバー、これ
をゆっくり前に出したら前に進みます。それ自体、そうそうそう。そこに行けば行くほど速くなる。なるほど。そう、なのでゆっくり、ゆっくりって、まあ、進んでいけばいいかなぐらいがいいと思います。はい、あと高さは最初に僕が調節しちゃうので、はい、あとは左はもう進んだらそのままでいいので、これ右左、右左、これだけをしてもらうときに、こっからここ見えますか？はい、ここの角、この間でこの稲のこの間を入っていくんですね。ここ。なるほど。ここね、それだけ気をつけて。はい。だから行けば大丈夫。はい。簡単。やります。やってみましょう。やってみましょう。やってみましょう。じゃあエンジンかけます。音が大きいです。体が、うん、はい、やりました。ゆいちゃんうまそうだな。あ、でも一回やってますからね。経験者だから。頑張って。頑張ります。どうでしたか？楽しかったです。怖かったです。怖かった？怖かった。いやでも意外とちゃんと枯れてて安心しました。私たちでもできるなって思いました。稲刈り名人。二人はどうでしたか？バッチリですね。稲刈りできると思います。イエイ、イエイ、はい。無事稲刈り体験が終了しました。初めてコンバインに乗らせていただき、もう最初は怖くてドキドキでしたが、無事稲刈りができてよかったです。稲村さん、貴重な経験ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。コンバインに乗る機会はなかなかないので、とっても楽しかったです。ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございます。今日は稲刈り体験をさせていただきました。先ほど稲村さんもおっしゃっていた通り、今年の北海道米も美味しいということですので、
皆さんたくさん新米を食べてください。そして10月31日までインスタグラムでキャンペーンを行っています。ハッシュタグ食べらさってるをつけてお弁当やおにぎりを投稿してください。抽選で100名様に北海道米プレミアムギフトが当たります。インスタグラムのフォローよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。